皆さんこんにちは、ミビスラカのスラカです。ここのいい大丈夫ですよ。ここの、今クリティアンスタジオにいるんですけど、このアメリカのってかボルチケ交換してくれるそうなので。え、そうなの？そう、行ったらやってくれるから行く。一緒に行く。じゃあ行こう。ちょっとじゃあみんなで行きましょう。交換してください。はい、どうぞ。ありました。ありがとうございます。すごい、こんなシステムが。これでいい。はい、ありがとうございます。はい、皆さん今日はね、原宿にあるクリちゃんスタジオにやってきました。ルービースレブスレブです。二人の仲良しのトモエです。アンナちゃんはやっぱりアンナちゃん、アンナちゃんはアンナちゃんでね。日もよく使うのね、それがね、動画でね。日曜家族なアンナちゃんじゃありませんとかね。でコードもいっぱい集まってくる、楽しいよね。ね、じゃあこれからもね、みんなでいっぱい集めて、楽しんでください。はい、はい、じゃあ最後よろしくお願いします。バイバーイ。この動画が面白い。ね、いつもパッシングタイムってさあんまり。それでは今日はね、何対決ですか？パッシャンパッシャー。パシャリング対決ね。で、ルールね、もう一回おさらいしておきましょう。最初は同じコーデで、同じ曲で、本当に純粋にパシャリングだけ。まあ、ただ会員証はお互いの会員証を使います。はい。で、2回目が好きなコーデで好きな曲のパシャリング対決。はい、やりますね。じゃあまず第1回戦やりましょう。もうお分かりですね。なんかめっちゃ怖いよ。メガネ先生、メガネ先輩脱出です。さあ、このコーチ、みんなスポーツのアリーナです。そうですね、スポーツのアリーナ。日本で言うとマリンスタジアムです。ちょっと連敗中だからね。残念。はい、じゃあソロカさん、こっからですよ。大丈夫。今日はキラチケ出すとかじゃないですから。ただこれで対決です。いつも飛ばすんだけど、はい、8枚押せます。さあ、パシリング対決。あ、かわいいね、それ。ラスト。さあ、ソラカさん、うまく撮れましたか？はい。はい。さあ、待って、どれを、これね、ちなみにソラカが撮ったのが、これですね。さあ、どれを選ぶんですか、代表作。1枚。マジっすか。ソラカはこれね。はい。空川、皆さんこれです。先生のキーポーズです。1枚目、これですね。はい、やってみた。みんなのに合わせてボタンを押すな。どれにしようかな。ダメだよ、ここはさ、他の人が撮ったやつだから。あ、そうか、これか。この写真でいい。はい、じゃあ空川さんは、あ、やべ。はい、はい、じゃあ、先ほど言った通りね、は
今日は長女さんのリクエストで、はい、いいね勝負、はい、いいねの点数で勝負します。はい、で、使うコーデが、ね、シャリダコーデ、シャリダコーデで、お互いのキャラでやっていこうと思います。はい、みんなのキャラクターかわいいチャンネル始めさあ、頑張りましょう。さあ、ここの点数のコートです。かわいい。ここまでで、9084です、キラチケの前で。これがソラカの点数です。いいですか？さあ、これ、さあ、キラチケ、ここはもうおまけですからね。エモちゃんのあれじゃないの、ね、これ欲しいんだよね、これ超欲しい。いや今日も出ましたね。あれ結構点数乗っかったよこれね。まあ、この点数は入ってないですからね、フラワーさん。この点数入ってないですよ。いいですか？この点数はダメですよ。はい。だってこんなに乗っかったら、2万7000もいったら勝てるわけないじゃん。それダメだろう、これで。ね、超これ欲しい。めっちゃ欲しい。どのコーデがいい？全部持ってますね、キラスケ。やるんですか？ラスト。さあ、9194。ソラがさっきいくつだったっけ？はい、じゃあソラさんコーデ。ようこそ、クリスマスタウンへ。どのコーデがいいですか？全部ありますね。緑と青のボタンで選んで、赤ボタンで決定よ。これでいいですか？はい、終わりました。終わりました。今回今日は、そらかさんが何点でした？9084。うん、そらぱぱさんが1、9、4。トランプパパさんの今回は勝ちでございます。でもね、ソラカさん今日カード出しましたからね。出したからね、うん、じゃあまず1枚目お願いします。これはテストの時でね、ちょっとね、どんな感じにできるかどうかやって、テストの時はこのコーデは何のコーデですか？この衣装、うん、はホワイトローズトップスというやつ。そうだね、可愛いよね、なかなか襟元がね、うん、可愛い可愛い、ね、ふうこさん何出しましたか？はい、ホワイトローズシューズ。シューズですね。それもこれも持ってないね。お、はい、そしてこれセットじゃない？あ、セットかもしんない。これもセットだ、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 やった、セットー。で、トラちゃんがやったときに、なんとね、なんとね、はい、なんとなんと出ちゃいました。出ちゃいました、キラチケ。だからね、一応そうだね、このホルチケはどうする？このホルチケは、まあね、レノンちゃんにぜひレノレノ TV の、ね、あげようかなと。出てきましたね、もうすぐね、遊びに行くし。これセンサーですか？最近出なくない？そうだね、キラつけ。そしてもう一個珍しいチケットをもらったんですよね。皆さんこのチケット知ってますか？ このチケット、これ隠さなくていいよね。それ隠さなくていいよね。なんと印刷用、印刷用テストカードです。たまたまね、残り1枚で切れて、店員さんがこれを印刷、あのテストのために出してね、くださいって言ったらくれたんだよね。うん、
ね、テスト用カード珍しいですね、これね。超珍しい、ね、特に何もゲームで使われるわけじゃないけど、ちょっと珍しかったね。ミライちゃんのカードだから。本当だね、これちゃんと色が映せるんだよ ね、 ちゃんと珍しかったね。うん、うん、じゃあ、ね、次は皆さんこんな対決してほしいってリクエストあったらぜひね、うん、教えてほしいね、うん、コメントでね、教えてほしいね、うん、はい、じゃあ最後お願いします。はい、もしこの動画が良ければチャンネル登録といいねボタン押してね。せーの、お疲れー、バイバーイ。いやー、本当にキラチケ出ると思わなかった。もうずっと出てるね、キラチケ。